サロモンスノーボードの安藤です。そしてトランドヘッドの佐々木です。あ、意外と偉い。あ、そうサロモン佐々木です。はい、今日はいつもと雰囲気がガラッと違うわけですよ。そうですね、まあ、ただここはね、野沢温泉ですよね。野沢温泉リゾートです、はい、こうやって喋ってますけど不安でしかないです。俺もよくどの口がじゃあ今日は、はい、なんかイベントチックなんですけど何なんでしょうか。これはですね、サロモンのトレイルランニングの、世界のシリーズ戦の、日本戦です、ね、あ、トレイルランニング、これなんです。トレラン世界大会ですね。そうですね、この後ろにある。あ、そうそう、まあ、ちょっとインカメラで逆になっちゃうんですけど、これこれ、はいはいはい。あ、じゃあこの毎年やってる野沢のマウンテントレイルのランクがぐんと上がったわけですね。そうですね、バリューが。そうですね、これが第3戦。第3戦ですね。3戦です、ね、なるほど。な、日本では何戦あるんですか。5戦。5戦もある、はい、5戦全部出る。いややる気ないですいや、まあ、やる気あるないとかの問題じゃなくて、かなり過酷なんですよね。そうですね。でコースが、コースというかランクが3つぐらいありますよね。そうです、ショート、ミドル、ロングと3個、3個の長さがある。なるほど。ショートは14キロ。14キロ、はい、それに出たかった、はい、まあ、え、違うんですか。違います。じゃあミドルは37キロです。37。はい。そしてロングは65。今日は、今日はなんとね、ゴールデントレイルシリーズの、はい、長さの種目が37キロってことで、はい、そういうことなんですね。我々もね、37キロにチャレンジしたいって勝手に思ってます。マジっすか。マジです。37キロって剣またげますよ、はい、またげますね。ここだと新潟県に入っちゃうのかなそのまま行っちゃう。マジで、はい、今長野にいますけどね、はい、まあだから何も知らない状態で一応ね、ノリで、あ、撮りますよって言っちゃったけど、37キロ僕も行くってことですよね。はい、基本的には。マジっすか。目標タイム。もう、あ、そうですね、目標タイム。大体平均は、早い人だとね、6時間切ってくると思いますけど。マジ？我々の今日の目標タイムはですね、はい、感想です。あ、感想ね。はい、感想です。はい、9時間です。はい、いや、夜ご飯の前には帰ってきたいな。間違いない。不安でしかないです。はい、そうです。いや、だから、まあ、僕もなんですけど、今日はすごい本格的な格好をしてるわけですね。そうですね。ね、装備は一丁前に。もうザックも。はい、はい、ザックも。なるほど。なるほど。はい、行くしかないですね。道具だけは一丁前ですからね。トレイルランニングブランドですよね。いや、不安でしかない。いや、これね、冬はね、はい、ゴンドラとかリフトとかで、あっという間にピュッと上まで上がれるじゃないですか。はいはい、はい。さっとみんな滑って降りるわけですよ。これを、走って上がるとどんだけ辛いかっていうのを俺、今日皆さんにお見せしたいと思うんですよ。あれ、普通スキー場逆に上がるって、あの、僕らがやってる試乗会のポイントも行きます。あ、行くんですね。まあ、そう、行きます。そこでもね、一回ね、ちょっとまあ、ね、しゃべれる状況じゃないかもしれないですけど、そうですよ、はいはい、日頃ね、冬でやってるから、はい、OK です。はい、じゃあ今日頑張りましょう。はい、頑張ります。お願いします。はい、ありがとうございます。佐々木さん、定期的に行っていきますんで、もうすぐですよね、僕らの出番。そう、もうすぐもうすぐ。やば、まあ、このちょっとやらされ感満載の走りをね、みんなで行きましょうよ。14キロの方が良かった。行きます。6、5、4、3、人事部長。結構偉い人行きましょう。結構偉い人、はい、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。37キロを密着で追っていきたいと思います。みんな応援
ゃんといますからね、後ろに。コースディレクター、コースディレクター作ったこっから、あ、そうなんですね。こっから野沢温泉の街を、あ、そうね、一周するわけですね。一周するわけですか。いやー、これはね、しんどい。早いっすもん。いや、早いっす。これ本当街の街まで行くんですか。温泉街走る。そうそう、だ僕的にはだいぶ走ったんですけど、まだ野沢温泉スキー場なんですけど、まだ駐車場です。ただね、市街地を走るとね、はい、あの結構いいもんもらえます。お、そうなんですか。はい。はい、完成です。ああ、なるほど。じゃあそれを期待して頑張りましょう。大体、開始20分なんですけど、はい、気づいたことあるんです。なんですか。上りは無理しないと。はい、そうですね、みんな歩いてらっしゃる。そうですね、上りで行きっちゃうと、はい、後で体力持ってられちゃいます。トレイルランニングって消費カロリーとの戦いです。あ、なるほど、はい、ヘッド長坂ゴンドラですよ。来ましたね。来ました。いや、第一関門ですね、俺の間違い。ああ、いや、街中走るって言ったからどこなんだろうと思ったら、まだゴンドラですね。こっからっすか。こっからっすね。こっから温泉街。大地関門っすね。いや、温泉街ついていきますんで。いや、めっちゃゴンドラに乗るかどうか迷ってます。あ、ゴンドラ乗ったら1位ですね。1位っすね。ぶっちぎりっすね。やば。そう。さっきさ、急に下りっすね。これやられちゃうやつですね。わあ、上りもきついですけど、下りもきついですね。ああ、下りがの方が辛いと。うわあ、これ来るな。町ですね、温泉街ですね。ありがとうございます。こっち。はい。こうやって声援があるわけですね。そういうことよ。これが。そこだけもちょっと人なんで、ね。なるほど、なるほど、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃ、温泉入りませんか。いや、よかった。いや、そう。いいな。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、めっちゃ気持ちよさそう。いや、いいな。癒される。どっちだ。あ、そうじゃ、ありがとうございます。最初向かいましたよ。向かいました。向かいました。計画通りですね。計画通りです。乗ってきましょう。乗ってきましょう。ありがとうございます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 。いらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと早くないですか。まだ行ってます、ね。完成できるやつじゃ。なるほど。まあでもあの完成はやる気が出ますね。そうですね。また来ますよ。また来ますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、お疲れ様でした。え、今大体どのくらいですか。5キロ。今。で。湧き水。湧き水。やば。水切れたら終わりですからね。水はもう、欠かせないところですね。冷たいの入れた方がいいですね。あ、捨てて。あ、いやいや、冷たいの入れたいですね。なるほど。やったか。ふぅ、これはもう、しばらく登りなんでね。あ、もうこっから、はい、ずっとですか。水液出したいと思います。はい。出てないじゃないですか。出しましょうか。やだなぁ、てれれれれれ、通りが楽だぼう。本当に本当に。そうなんです。なるほど。
これが走り切るためのコツってことですね。コースでも膝に優しくね。あ、いや、それね、もう膝痛いっすね。痛いっすよね。でもこう、ピーク見えないっすよね。どこっすか。ピークは多分雨ですね。雲の中です。はいはいはい、あの雲かかってる上がピークなんです。そうですね。そこまで行くんですね。まあ、5時間ぐらいかかると思うんですけどね。マジ。まあ、ちょっと行ってみたら行きましょう。はい、水は汲みましたからね。